文句があるならクビだ。え？上司である山口の怒号が社内に響き渡る。まさかのクビというワードの登場に反論の言葉を失ってしまう。お前のデータは削除して帰れ。ちょっと待ってください。急にそんなこと言われても。会社のやり方にぐちぐちと言ってくる奴はマシデマトイ以外の何者でもない。さっさとここから消えろ。山口はデスクに手のひらを叩きつけた。首だけは勘弁してほしいと根気強く説得を続けたが、山口の気持ちは変わらない。わかりました。今までお世話になりました。俺は言われた通りデータを削除してそのまま退職する。俺の名前は中川徹。とある会社で事務員として働いている。自分で言うのもなんだが、真面目な仕事ぶりと人当たりの良さで社内での評判は上々だった。みんなが俺のことを慕ってくれているし、充実した毎日を送っている。仕事上の付き合いだけでなく、同僚や後輩とご飯に行ったり飲み会も開いたりしていた。本来なら会社内で不満は何もないのだが、例外となる存在が一つある。それは山口という上司の存在だった。先ほど周りから慕われていると言ったが、山口だけは俺のことを徹底的に嫌っている。その理由は彼の極端すぎる超学歴主義なところにあった。山口は国立大卒という輝かしい経歴を持っているのだが、それを自分自身のプライドのありどころにしている。人間の価値とは学歴で決まるという持論を展開し、社内では辟易されていた。俺自身の学歴は決して高いわけではないので、山口からすればそんな奴が慕われているのが気に入らないのだろう。俺が取るに足らない小さなミスをしようものなら、今がチャンスと言わんばかりに。これだから私学卒の奴は使えないな。と、学歴を合わせて見下した態度を取ってくる。その時の表情は呆れているように見えて、なんとも嬉しそうだった。俺はさすがに学歴は関係ないだろうと思い、反論する。私学卒かどうかと関係ないと思うのですが。この世で学歴に関係ないことなんて存在しないんだよ。それは極端すぎますよ。お前は私学卒ってこと恥ずかしくないのか？会話として成立しているのかしていないのかわからなくなるようなやりとりが続く。僕は恥ずかしいと思ったことなんてありません。はーん、まあ金さえあれば頭が足りなくても入学できるからな。山口は捨て台詞のようにそう言ってその場を去っていった。こんな感じで山口はこの会社で唯一と言っていいストレス源である。俺は学歴に関する様々な嫌味をたっぷりと受け、胃を痛めながら帰宅する。疲れた表情を見せないように笑顔を作り、婚約者の証拠が待つ家に入っていく。本来ならそろそろ結婚の話を本格的にしようと思っていた。しかし最近は山口のストレスでそれどころじゃなくなっている。察しのいい証拠は俺の作り笑いを見抜いてきた。なんだか疲れてるように見えるけど大丈夫？ああ、うん。例の上司が相変わらず低学歴低学歴ってうるさくてさ。山口って名前の人だよね。そうそう、今日もいろいろあってさ。正直なことを言うと、仕事の不満を家庭に持ち込むのは気が引ける。それでも一度口を開くと
自動で話しているかのように、山口への不満が次々と口から出てきた。自分自身で思っている以上に、ストレスが溜まっているようだ。翔子は嫌な顔を一つ見せず、うんうんと黙って聞いてくれる。もちろん、夫である俺が、仕事の不満やストレスを抱えている姿を見るのは辛いのだろう。最後には必ず、心配そうな表情を浮かべる。トールが相談しづらいなら、私から相談しようか。え？何を？会社に、山口さんのこと。いやいや、翔子がそこまですることないよ。婚約者からのまさかの提案に、俺は慌てる。だけど、さすがに心配なの。ごめんごめん、ちょっと、愚痴を言いすぎて、不安にさせちゃったかな。本当に大丈夫なの？心配かけてごめん。本当に大丈夫だから。多少無理がある気がするが、俺は作り笑いでごまかした。山口のことがしんどいのは間違いないが、翔子を心配させるわけにはいかない。気遣いだけもらっておくよ。いい大人だし、自分で何とかするよ。本当に大丈夫なの？もちろん、本当に大丈夫。やばかったらいつでも話してね。俺は、大げさな身振り手振りで、なんてことないアピールをした。翔子の不安を解消させるためにも、一刻も早く解決しなくては。そう意気込んだが、状況は良くなるどころか、悪化していった。山口は、俺が事務員だからという、めちゃくちゃな理由で、仕事を何年も押し付けてきたのだ。中には仕事とはほど遠い、使い走りのようなことまでされた。その嫌がらせのターゲットは、俺だけでなく、他の事務員も対象である。事務員全員、明日から定時の2時間前に出社して、社内清掃しておけ。いや、ちょっと待ってください。清掃の時間は、業務中にあるじゃないですか。低学歴の人間がいる場所は、空気がすぐに汚くなるから、ちょっとの掃除じゃ足りないんだよ。むちゃくちゃな理屈で、むちゃくちゃな仕事を押し付けてくる。もはや、仕事というのも怪しい。本来ならば、山口自身がやるべき雑用を、これでもかと言わんばかりに、事務員に押し付けた。そんなことをされているうちに、自分だけでなく、他の事務員も疲弊していく。社内には暗い空気が漂い、かつての和気あいあいとした職場はどこかへ行ってしまっていた。ある日の昼休み、俺は翔子が作ってきた愛妻弁当を忘れていることに気づく。毎日朝早くから準備してくれているお弁当は、会社での唯一の楽しみだった。お世辞抜きで美味しく、あれがあるからこそ頑張れると思っている。やらかした。どうしよう。俺が慌てていると、聞き覚えのある声が部署内で響いた。トールくん、お弁当忘れてるよ。え？翔子？俺が忘れた弁当箱を片手に持って、翔子が手を振っている。家でしか会わない婚約者と、職場で顔を合わせるのは、なんとも不思議な感じだった。何はともあれ、感謝を伝えなければいけない。わざわざ持ってきてくれて、ありがとう。会社に持ってこなくてもいいのにと、言いたいところだったが、助かった。翔子の弁当がなければ、午後からの仕事のモチベーションが、全く違う。午後からも頑張ってね。ありがとう。わざわざ手間取らせて、ごめんな。いいえ、それじゃあね。翔子が笑顔で会社を出ようとした、その時。おいおい、それがお前の婚約者か、中川。俺と翔子のやりとりを目撃していた山口が、ニヤニヤと笑みを浮かべて近づいてくる。トール君がいつもお世話になってます。翔子が頭を下げたが、
山口は無視した。そして、いつもの調子で、俺に対して見下した態度を取ってくる。なかなかいい女じゃないか、中川。どうも。お前みたいな出来損ないには、もったいない婚約者だな。こいつ、何様のつもりだろうか。俺は怒りをぐっとこらえる。そうなんですよ。僕にはもったいないくらい、本当に最高な女性です。嫌味に気づかないのも、ある意味才能だな。山口は、ゲラゲラと、下品な笑い声を上げる。翔子は俺のそばで、曇った表情を見せながら、様子を伺っていた。まあ、いつまで婚約者でいてもらえるか、見物だな。婚約者の前であろうと、いつもの調子で、俺のことを馬鹿にしてくる。俺はいい加減、いつものことだと、慣れていた。しかし、翔子に関しては違う。俺からは、嫌になるほど、山口のことは聞いていたが、目の当たりにするのは初めてだ。お言葉ですけど、翔子は怒りに満ちた表情で山口に詰め寄ろうとした。正義感の強い彼女は、婚約者が目の前で馬鹿にされていることに我慢できるはずもない。翔子、俺なら大丈夫だから。でも、俺は翔子を慌ててなだめ、その場は丸く収めた。山口は翔子をぎろりと睨みつけたが、それに臆することはない。俺のために怒ってくれたことは嬉しかったが、山口と喧嘩をさせるわけにもいかなかった。帰っていく翔子の背中を見送り、俺は持ってきてくれた弁当を食べ始める。そんな出来事から数日経った時のこと、俺は重要な案件に関する書類作成を任されることになった。やるからには責任を持って全うするつもりだが、不安な要素が一つある。聞いている皆さんには予想がつくと思うけれど、問題は山口だ。彼の指示出しは聞いていて心配になる要素しかない。山口の指示によると、何度も取引の条件が変わったりして、その度に書類を修正していた。言う通りにはしているものの、違和感を覚えずにはいられない。こんなに条件が変わるのはおかしいと疑問を持った。俺はそんな状況の気持ち悪さに我慢ができず、ある人物に連絡を取り、上層部の内情を確認する。その結果、とんでもない事実が発覚した。実は山口は専務の息子で、会社にコネで入社していたのだ。さらに、山口は業界未経験で、今の会社に入るまではまともに働いていなかったことも判明する。確か山口の年齢は31歳だったけど、大学を卒業してから何もしていなかったらしい。専務の父親が働いたお金で、すねをかじりまくっていたのだろう。プロジェクトの納期が迫ってくると、山口は自分ができない仕事や面倒なことをすべて押し付けてきた。俺や他の事務員は山口の尻拭いのせいで残業続きで、会社にいる時間が増える。誰もが明らかに疲労が限界に達しており、いつ倒れる人間が出てもおかしくない状況だった。これ以上、見て見ぬふりをしていたら、取り返しのつかないことになる。俺は意を決して、山口に直談判することにした。ある日の業務中、俺は山口のデスクへと向かう。なんだよ、低学歴。さっさと仕事進めろよ。これ以上、自分たちに仕事を押し付けるのは、やめてほしいです。は？山口の表情が一気に不快の色を示す。この男がこの世で一番嫌いなことは、低学歴の人間に意見を言われることだろう。そんなことは承知の上で、思っていることを言わなければならない。みんなもう限界なんです。
残業続きで、いつ倒れてもおかしくない状況です。お前、冗談言うなら、もっと面白いこと言ってくれよ。本気に決まってるじゃないですか。はいはい。低学歴の人間って、物事を大げさに言うのだけは得意だよな。山口は、こちらの話を聞くつもりは、全くないようだ。それどころか、事務員の仕事をひたすら罵倒し始める。事務は釣り勘定するだけの簡単な仕事だろ。小学校低学年でも務まるぞ。その発言こそ本気で言ってるんですか？当たり前だろ。パソコンカタカタ打つだけのお気楽な仕事やってるくせに甘えたこと言ってんじゃねえよ。もっと事務員のことを真剣に考えてください。みんなロボットじゃなくて、生身の人間なんです。今まで、これほど山口に立てついたことはなかった。しかし、これ以上黙っているわけにはいかない。自分はもちろん、他の事務員を守るためにも。山口は、そんな俺の気持ちを踏みにじるように、信じられない言葉を口にした。文句があるならクビだ。え？まさかのクビというワードの登場に、反論の言葉を失ってしまう。お前のデータは削除して帰れ。ちょっと待ってください。急にそんなこと言われても。会社のやり方に、ぐちぐちと言ってくる奴は、足手まとい以外の何者でもない。さっさとここから消えろ。山口は、デスクに手のひらを叩きつけた。首だけは勘弁してほしいと、根気強く説得を続けたが、山口の気持ちは変わらない。わかりました。今までお世話になりました。俺は言われた通り、データを削除して、そのまま退職する。俺が退職した翌日、社内は大混乱に陥っていた。理由は、俺が削除したデータにある。山口に言われて作っていた資料や関連するデータ。さらには気を利かせて用意していた顧客情報。それらすべてが消えており、パニック状態だった。データはどこだ？探せ！山口は泣きそうな顔で事務員たちに命令するが、どこにもあるはずがない。そんなパニックの最中、追い打ちをかけるように、予想外の会社に来客が現れる。取引先の社長が、抜き打ちの視察に来たのだ。やあやあ、山口くん。例のプロジェクトの進捗はどうだね。え？ああ、そうですね。はい、問題ないです。むしろ、問題しかないような状況だが。山口はその場しのぎの嘘をついた。問題ない？順調ということかね。もちろんです、社長。国立大を出ている私にできない仕事などありません。この後に及んで学歴をアピールする山口に、周りの社員は呆れていた。しかし、社長だけが厳しい表情で山口を見ている。あれ？社長、どうかしましたか？不安になった山口が社長に問いかける。娘から聞いていた状況とは随分違うようだ。社長は独り言のようにぼやいた。え？山口は意味がわからず聞き返してしまう。するとその直後、見覚えのある二人が会社に現れる。中川と、その婚約者？なんでここに？そう、姿を見せたのは、俺と翔子だった。状況が理解できない山口は、焦りながら怒っている。翔子は冷静に、頭を小さく下げた。父が、お世話になっております。え？父？婚約者じゃなくて、父親だったのか？山口は完全に混乱している。さすがにこれを見ている皆さんは分かっていると思うが、俺と翔子は
親子ではない。翔子が言っている父親というのは、山口の目の前にいる社長のことである。娘の翔子だ。中川の婚約者が取引先の社長の娘。まさかの衝撃の事実の発覚に、山口は顔面蒼白となる。驚いているところ、申し訳ありませんが、まだまだ衝撃の事実がありますよ。取引先じゃなくて、この会社の社長は、僕の父親なんです。驚きの上に、さらに驚きを重ねて、山口は、目玉が飛び出しそうな勢いだった。社長の名前が同じ中川なのは知っていたが、よくある名前だから気づかなかったのだろう。会社の内情を把握するため、事務員をしていたんですよ。そんな、俺は社長の息子に対して、なんてことを。今さら悔やんでも遅いですし、そういう問題ではありません。いや、それはもちろん、わかってはいるけど。あなたがこれまでしてきたことは、すべて父親である、社長にすべて報告しています。山口は、自分が理不尽なことをしていたという自覚がある。だからこそ、社長にはバレないように、根回しをしていた。それがすべて、筒抜けになっていることが判明して、固まっている。社長は、大変嘆いていましたよ。ちょっと待ってくれ。もしかして、何か責任を取らされることになるのか？当たり前です。自分のしてきたことの責任は、しっかり取ってもらえますので。山口は、身に覚えがありすぎるせいで、どの行為が処分の対象になるのか、見当もつかない。しかし、間違いないであろうということは、一つだけ分かった。こんなの絶対、クビになることは、免れないじゃないか。山口はその場に膝をついて、子供のように涙をポロポロと流した。彼のそんな姿を見て同情する人間は、ここには一人もいない。予想外の事態の連続でパニックになっていた車内は、いつの間にか静まり返っている。その中で唯一、山口の泣き声だけが響き渡っていた。その後、山口への正式な処分が決定する。俺を不当にしたことや、他の社員に労働を強制したこと、取引先の社長に虚偽の報告をしたこと、これまで行ってきた数々の不正が露呈し、山口と専務はクビになった。専務は自分自身の立場を利用して、息子である山口の不正を揉み消していたらしい。今回、表面上は首を素直に受け入れたように見えたと思うが、実際は違った。そもそも、直属の上司である山口に、社員を首にする権限などない。俺はあくまで従ったふりをして、すべてを社長に報告していたのだ。山口は父親である専務と大喧嘩して、お前の責任だと言い張る。どちらも悪いし、どっちもどっち案件なのだが、自分が原因だとは思っていない。殴り合いの大喧嘩に発展した後、山口は家を追い出される。実家暮らししかしたことない山口は、完全に路頭に迷ってしまう。仕事だけでなく、家まで失い、完全に罪の状態だった。親のコネでしか入社したことがないせいで、就職活動の仕方もわからない。アポなしで適当な企業に突撃して、受付の人間に学歴アピールを始めたりした。私は超有名な国立大学を出ていて、選ばれしエリートなのです。ポカンとする受付を無視して、誰も求めていない自己 PR を続ける。私を雇うだけで、この会社の評判は上がります。さあ、早速採用の手続きをお願いします。数分後、山口は警備の人間につまみ出されることになる。国立大学出身の私を雑に扱うなんて許せんぞ。
負け犬の遠吠えが響き渡る。結局、山口は住む場所も確保できずに、公園で生活することになった。これまでの人生、親に頼りっぱなしで生きてきた人間の悲惨な末路である。山口は少しだけ残った状態で捨てられたコンビニ弁当を食べながら涙を流す。どうしてエリートの俺がこんな惨めな生活をせねばならんのだ。泣きながら食事する山口を心配した他の路上生活者がハンカチを渡そうとする。やめろ。貴様ら低学歴のくせに、エリートの俺に同情しようなんて、100年早いぞ。落ちるところまで落ちた人間でも、エベレストのように高いプライドは変わらなかった。学歴も大事なことには違いない。しかし、それ以外にも大切なことがあると、いつかは気づいてほしいのだが、この調子だと、その日が来るのは、相当先のことになるかもしれない。山口のことはこれくらいにして、俺の話をしよう。俺は空席になっていた専務のポジションに就くことになった。それに伴い、ひどい状態だった社内を改善していく。人員配置を見直し、社員たちが働きやすい体制や仕組みを整えた。その結果、業績は右肩上がりに上昇して、無事にプロジェクトも成功する。疲弊してゾンビのようになっていた社員の表情は今では生き生きとしていた。必要のない残業は削り、基本は定時で帰宅できるようにする。山口と専務がいなくなっただけで、これ以上最高な職場はない状態となった。山口のせいで疲弊して、やる気が起きなかった飲み会や食事も今では定期的に行われている。和気あいあいとした以前の環境に戻って、嬉しくて仕方なかった。専務になって数ヶ月後、役職にも慣れたタイミングで、俺は一大決心をする。婚約者である翔子にプロポーズをしたのだ。結婚を申し込み、差し出した指輪を翔子の薬指にはめる。ありがとう。これからもよろしくね。目に涙を浮かべて、喜ぶ翔子のことが愛おしくて仕方なかった。これからは夫婦として力を合わせて頑張っていく。平坦な道のりだけでなく、様々な障害が立ちはだかる時もあるだろう。それでも、今回の騒動と同じように必ず乗り越えてみせる。そんなことを思いながら、俺は今日も頑張っていく。この公私ともに充実した日々を続けられるようにと。私の祖父が今年の初めに亡くなった。遺産が発生したんだけど、孫たちに平等に残されてた。あと特別に孫の配偶者にも少しずつ、多分、孫をよろしくねって意味なんだろうと思う。うちの夫は、いただいたお金を、家計に入れる？旅行に行く？と聞いてきた。祖父が、私の夫にってくれたものなんだから、自分の趣味用の資金にしていいよって返事した。他の孫たち、私から見たら、いとこたちも、同じような対応をしていたみたい。ところが、琴音が意味不明なことを言い出した。私にはないの？不公平。確かに、うちの祖父は公平な人だと言ったよ。だけど、琴音に遺産を渡すわけないじゃん。私たちの結婚式を欠席した琴音。しかも、ほぼドタキャンみたいな形で。だから、うちの祖父に会ったこともない。なのに、なんで遺産もらえるって思うのかな？いくら祖父が公平にって言ったって、その公平の中に入れるわけないじゃん。なんで遺産のことを知ったのか不思議だったんだけど、うちの息子にまで気を使ってもらって
って、とめがうちの親に電話してたのを聞いたらしい。まあそんなことがあって、その後夫実家で法事をすることになって、その相談を夫実家で集まった時にしていたら、またことめが斜め上のことを言い出した。私と夫は夫実家から車で15分の距離なんだけど、とめとは程よい距離感でそこそこうまくいってる。それを長男嫁なのに同居しないなんてとか、法事のご飯作らないなんてダメ嫁だとか言い出した。だって同居自体とめが望んでないし、料理だってとめが仕出しがいいって言ったんだもん。自分は何にもする気ないから、私にはいくらでも手間をかかることをしろっていうのよね。とめはお坊さんに来てもらった後にお墓に行って、その後みんなで会食しようって言ってたのよ。でも、ことめは一人で大反対してた。会食は家でするべき。仕出しももってのほか。獅子が全部手作りするべき。って主張してた。そしてさらに、長男嫁なのに同居しないなんて、呆れて話にならない。とまで言ってた。あんまりにもことめが、長男嫁は夫親と同居は当たり前。って言うから、琴目夫の両親は、良い嫁ドリーム見てるらしい。ウトさんなんか、二世帯住宅に興味持ったらしいよ。頑張ってね、長男嫁様。プライド高いから、無理って言えないみたいだけど。うちの祖父の遺産よこせって、堂々と言えるくらいだから、やっぱり同居できませんくらい言えそうだけどね。とめも、ことめが、夫親と同居したがってると思ってる。同居なんて決しておすすめしないけど、あの子がそう言うなら仕方がないわね。我が娘ながら変わった子だこと。そう言って呆れてるよ。そして、あまりにもことめが、長男嫁のあるべき姿を熱く語るもんだから、ことめ、すげえじゃん。お前、いつもは簡単な料理しかしないのに。本気出せばご馳走作れるってこと？俺の母さんに言い返しておいてやるよ。ことめは料理苦手だって思ってたけど、ただ本気出してないだけだったんだよって。と、ことめの夫の天然が炸裂していた。それが、ことめのとめさんの耳に入ったらしく。そこまで言うなら、今度のお盆のお料理は、ことめちゃんにお願いしようかしら。そんな展開になったらしい。その後、ことめから電話がかかってきた。遠回しに遠回しに愚痴ってくる。あんまり遠回しで分かりにくすぎるので、あさっての方向に返事をしていた。旦那が余計なこと言うもんだからうちのとめさん真に受けちゃって。お料理上手って褒めてくれる旦那さんでよかったですね。そうじゃなくて、そんなこととめさんに言わなくてもいいのに。奥さんの自慢したいんですよ。愛されてますね、ことめさん。あんなこと言われたらお盆が。すごいですね。腕の見せ所ですね。ことめさんの株が上がりますね。そうよ。だから、法事は、獅子さんも仕出しなんて取ったらダメなのよ。へえ、だからことめさんは全部自分で料理することにしたんですね。だから、そうじゃなくて。お盆にことめ夫の実家で料理をするのなら、前日からの泊まりは必死だよね。ことめは、実家でお盆を過ごしたかったみたいだけど、私に対して、嫁が夫実家で過ごすのは常識、と言ってたんだよね。うちの実家はお盆はレジャーが定番だから、別に私は構わないんだけどね。私の夫は琴目に対して無関心なのかと思っていたんだけど、あいつは昔から墓穴掘るの得意だったし、
関わったら一緒に穴に落ちるから放っておけよ。てっきり私のことが憎いあまりにやってるのかと思ってたけど、昔からの習性だったみたい。私と止めは週に2回ほど、法事をどこに頼むかの下調べの名目で、ウトから軍資金をもらってブランチとかディナーとかケーキバイキングに2人で行った。ケーキバイキングは法事に関係ないけど、多分パスタランチも関係ないけど。和食ばかりじゃ舌がおかしくなって正しい判断ができなくなるからね。とめがそういうのでじっくりお店選びを堪能した。余計なことを言わなければ琴音も一緒に行けたのにね。そしてお盆の前には琴音が実家に行ってとめからお盆用の大皿料理を習うことになった。あれだけビッグバウンスを叩いた手前、琴音のとめさんには泣きつくわけにもいかず、察して和方でとめに泣きついたようです。さすがにとめには自分の娘のことなので、遠回しな察して和方でも通じた様子で、こうなったら仕方ないと言ってスパルタ料理教室を開催することになった。とめは琴音に、一通り料理は教えてたみたいだけど、わかったわかった、このくらいできる、という琴音の見え張りを信じちゃってたみたい。すまし汁、イコール味噌汁引く味噌だと思ってたらしく、それを知った琴音も本当にびっくりしてた。琴音が言うには、夫が好き嫌い激しくて、おすましが嫌いみたい。いやいや、味噌抜きの味噌汁出されてたら、誰でも嫌いになると思うよ。琴音夫は、もしかしたら、天然を装って、わざと琴音をはめたんじゃないか、と疑惑浮上中。止めは仕方がないから、応急処置的に何にでも使える八方出汁の作り方を教えて、作り置きしておきなさい、と言ったらしいけど、私、そんな手抜きとかズルみたいなことって許せないんだよね。うちのお母さんズボラすぎるよね、と、琴音は私に言ってきた。心配して教えてくれる人に、なんてことを、と思ったけど、苦境に立たされるのは琴音自身だしね。手を抜かない琴音の出し抜きの鬼しめを食べさせられる琴音夫の親族はどうするだろうね。そして、とめさんの特訓の成果もあり、その後、琴音夫家のお盆が無事に済みました。琴音は素材を生かしたシンプルな料理こそが最上のものと信じていたようで、琴音の作る料理はすべてが出し抜きだったようで、悩んだとめさんは少しお高めな自然食品の店で、出汁の顆粒をお取り寄せしたらしくて、これはとても良いものだから、と琴音を説得して、普通に美味しい鬼しめが出来上がってました。とりあえず、お盆の大皿料理は、琴音の株を上げることになったようです。でも、ある意味、努力家なのか、ただ懲りないだけか。またもやクリスマスと正月で窮地にいるようです。シュトーレンなんて素人が作れるものなんでしょうか。おせちを一人で全てっていうのは頑張ればどうにかなるかもしれませんね。琴音は今年賀状を手書きで頑張っています。私はいろいろ言われましたが印刷に出しました。私はこれから琴音に何を言われようと、頑張ってね、と、オウムのように繰り返すつもりです。墓穴を掘っては埋め、また掘っては埋めている琴音の姿を見ていて思うのは、このままの調子でいけば、琴音はいずれ完璧な妻になるかもしれませんね。琴音が出汁を使うようになったので、琴音夫は、少し幸せになったようですしね。
かがでしたか？嫁姑や子姑って面倒ですよね。皆さんのお家は仲良くやってますか？子姑鬼千匹っていうらしいですよ。そのくらい怖い存在ってことなんでしょうね。でも、このお話の琴音さんは怖いっていうよりも見ていて面白いですよね。なんだかんだ言われるときはちょっとめんどくさいなーって思っちゃうでしょうけど、墓穴を掘っては埋め、掘っては埋めって姿を見ていると、同じところをくるくる回っているハムスターみたいで、なんだかハムスターの観察日記を書いてるみたいな、そんな気分になっちゃいますね。では、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。嫁は私のタクシー。今すぐ迎えに来なさい。来ないなら息子と離婚させますからね。どんなに忙しくても、体調悪くても、嫁はタクシーと豪語する義母。でも分かってますか、お母さん。あなたのその言動、しっかり記録されてますよ。私の名前は陽子。32歳のパート主婦だ。同い年の夫、明と、保育園年中さんの娘という普通の一家だ。だが平穏と程遠い生活だと感じてしまう日々を送っている。原因は一つ、義母の存在だ。義父はすでになく、夫の姉二人も結婚して家を出て義母は一人暮らしをしている。夫が何かと気にかけてるようだが仕事が忙しく出張も多い意味でままならない。結果、何かあれば私が対応することが多い。愛する夫を育ててくださった大恩ある人だから私も大事にしたいと思うけれど、いかんせん距離がありすぎる。義実家は我が家から車で30分の距離。激務な夫のためにと会社に近い物件を探した結果だ。義母はまだ60代後半で元気。介護が必要というわけでもない。程よい距離感があっていいだろうと最初は思っていた。でも最近は後悔の日々だ。何せ義母の呼び出しが多い。私がパートに行ってようが、家事育児に追われてようが、それこそ深夜だろうがお構いなし。ひっきりなしに義母から電話やメッセージが届くのだ。買い物に行きたいから車出してちょうだい。専門の病院が遠いから送って。家の中で変な音がしてる。電球変えて、本棚の本取って。もう一度言おう。我が家から義実家まで、車で30分である。今時買い物なんて宅配サービスがあるというのに、義母は自分で実物を見て選ばないと気が済まないそうな。病院なんてタクシーで行った方が早いと思うの。家の中で怪しい音なんてすぐ警察呼ぶレベル。電球くらい自分で変えてください。本棚の本って。最後はもう嫌がらせレベルだ。いや、実際そうなのだろう。実は義母の趣味は嫁いびり。嘘でも冗談でもない。本人がそう言ってたのだ。結婚して初めて義実家に行った時、夫が席を外してる時に義母は小声で。よ、うこさん。私ね、息子が結婚して初めて知ったんだけど。と、ねっとりした口調でニヤニヤ笑いを浮かべ。私、どうやら嫁いびりが好きみたいなの。あなたに意地悪したくてしょうがない気持ちなの。と言ってきた。思わず、は？と聞き返したら、でも、しょうがないわよね。嫁は姑にいびられてなんぼ。そうやって鍛えられてくものなんだから、修行と思って受け止めなさい。と、満面のスマイルで言われた。まさかそんなこと宣言する人が存在するなんて思ってなかった私。何を言ってるんだろうと首をかしげたものだ。母さんが遠方の病院に行きたいって言ってるんだけど、どうかな？
最初は夫を通して行ってきた。その頃はあまりに頻繁だったり、あまりに遠距離だと夫が断ってくれていた。すると今度は夫を通さなくなった。ちょっと買い物、ちょっと病院があまりに多い。ので免許を取ったらどうかと言ってみたんだけど、まあ、この歳で免許を取れですって？むしろ返納を考えなくちゃいけない年齢なのに、よくそんなこと言えるわね、この鬼嫁が。確かにもう高齢者ドライバーまで数年の人に免許を取れというのは酷かもしれないので諦めた。でも最後の鬼嫁っているのそれ。それでも車を出すこと自体はまあいい。それなりに運転好きだから100歩譲ってそれはいい。パート休んでまではさすがに生計が厳しくなるから断るけど、そうなるとネチネチうるさいので仕事後に向かうというハード生活も、まあ許そう。相手は高齢なのだ。夫の母親なのだ。歯をギリギリ言わせながらも耐えようではないか。だが、どうしても耐えられないことがある。それは義母を車に乗せた後だ。何せ車の中は密室空間。逃げ場のない、完全二人きりとなるのだ。その中で義母は私の神経を逆なでしに来る。ああ、やっぱ嫁を足にすると楽だわ。あ、もちろんガソリン代は払わないからね。こんなの嫁の務めとして当然なんだから。はいはい。ガソリン代はあなたの息子が出してくれてますよ。ああ、どうして一人目が女の子なわけ？男の子くらい産めないの？本当のおなしなんだから。そういうあなたは一人目どころか二人目も女の子産みましたよね。あなた、シワが増えたんじゃない？私なんてね、先日も若いですねって美容院で言われちゃって。それはリップサービスってやつです。陽子さんって女として枯れてるわよね。そんなので人生楽しい？どうして生きてるの？どうしてもこうしてもあるか。しまいにゃ。ねえ、いっそ同居しましょうよ。そしたら朝から晩まで車の運転させてあげるわよ。あ、もちろん無償でだけど。今稼いでるパート代分は夜鍋でもして稼いでね。と言い出す始末。誰が同居なんてしますか。いい加減私も我慢の限界というものがある。夫にはいつも言ってるのだ。義母に言われたことを。だが夫は驚いた顔をするも半信半疑といったところ。何せ義母は夫や娘の前では猫をかぶってるのだから。二匹も三匹もね。いつも私と二人きりの時にしか本性は出さない。夫は、嫌なら断ってくれていいよ。と言ってくれるのだが、断ったら後が面倒なのよ。それくらい義母は強烈だった。だが私も人間だ。いくら運転が好きでも無理な時だってある。ある日、夫が一週間の出張に行った時のこと。なんかだるいな。熱でもあるのかな。と、娘を保育園に預けた後、熱を測って驚いた。うわ、38度か。そりゃしんどいわ。風邪なんてめったにひかない私だけど、気温の変動が激しい季節で、娘が先日風邪をひいたのだ。どうやら娘が治るタイミングで私も発症してしまったらしい。これは薬を飲んで寝ておくべきだなぁとパートを休んで横になっていた。だがゆっくり眠れない。眠らせないのが義母。何も知らないはずなのにどうしてこのタイミングでかけてくるかなぁと電話が鳴った。さすがに今日は無理だわぁと音もバイブもオフにしたら今度は家の電話が鳴った。もちろん義母から。これでどうだとコードを引っこ抜いたらようやく静かになったので、やれやれと眠りにつくのだった。ところがだ。娘のお迎え時間前にセットした目覚ましで起きた私は携帯を見てゾッとした。朝私が寝てから夕方起きるまで、延々と義母から着信があったのである。時に留守電、
時にメッセージを交えながら。早く来い。何をしてるんだ、この役立たず。クズ嫁。と、罵詈雑言の嵐。うわーとどん引きだ。見なかったことにしようと、そっと携帯を置いて、私は娘のお迎えへ。まだ熱があってフラフラなので、お風呂や夕飯が手抜きでごめんねと娘に伝えて、寝かしつけた後、私もすぐに横になった。とにかく寝ることだ。しっかり寝て、しっかり汗かいて、しっかり水分を取る。そしたら、明日はきっと回復だ。と意気込んだまではよかった。深夜、それは鳴った。そう、私の携帯が鳴り響いたのだ。出張中の夫から何か連絡があるかもと、昼間オフにしたバイブと音量を戻したのだ。けたたましい音を鳴り響かせながら震える携帯。はいはい、今出ますよ。思わず出てしまったのは、熱のせいでぼーっとしてたのと、単に寝起きだったから。だが出てすぐに私は後悔することになる。もしもし？やっと出たわね。あなたね、何回電話したと思ってるの？その声に一気に私の意識は覚醒する。お母さん？驚いてがばりと起き上がった私は、思わず出た大声に慌てて口を押さえた。いつもは一緒に寝てる娘は、私の体調が悪いから今夜は自分の部屋で寝かせてる。とはいえ起こすかもしれないので、潜めた声で私は義母に言った。お母さん、どうされたんですか？どうもこうもないわよ。あなた一体今何時だと思ってんの？え、今？まだ部屋は真っ暗だ。一体何時なのだろうと時計を確認して、私はぎょっとなる。夜中の3時？そう、楽しいおやつの時間。15時ではない。お化けも眠る深夜3時なのだ。お母さん、一体何の用で？今すぐ車で迎えに来なさい。は？迎えに？今深夜の3時なんですけど、一体何のために？驚く私の耳に義母の声が響く。ちょっとお友達と飲みに来てるんだけど、飲みすぎちゃってベロベロなのよ。お友達も一緒に車で家まで送ってちょうだい。タクシーじゃダメなんですか？なんでそんなお金がかかることしなきゃいけないのよ。さっさと来なさいよ、このグズノロマ。ひどい言われようだ。だがさすがに今日は厳しい。まだ熱が下がってないのだろう。ガンガン痛む頭を抑えながら私は言った。すみませんお母さん。私今日熱が38度もありまして、ちょっと運転は。はぁ？あんた何勝手に熱出してんのよ。いいこと？嫁ってのは、いつだって親のために動けるように万全を期しておかなきゃいけないのよ。一体誰が熱出していいなんて許可したのよ。知りませんがな、そんなの。どうして熱出すのに誰かの許可をもらわねばいかんのだ。いいから早く来なさいよ。ベロベロの酔っ払いを放っておくわけ？ベロベロの割に口は随分達者ですね。とにかく危ないので無理です。どうかタクシーを。嫁が私のタクシーよ。いいから今すぐ迎えに来なさい。来ないならどうなるかわかってるわよね。どうなるんですか？息子と離婚させるわ。は？私のお友達には弁護士さんもいるのよ。いいこと？あんたみたいな役立たずな嫁、いつだってこっち有利で離婚させられるんですからね。嫌なら迎えに来て、少しでも私の役に立ちなさい。な、離婚って、そこまでする？嫁いびりのためにそこまでするか？いつもならため息つきつつも、腹渡煮えくり返る思いでも、歯をギリギリ言わせながら言っただろう。だが熱のせいだろうか、今の私は逆に冷静だった。妙に頭が覚めていた。早く来なさい！わかりました、行きます。そう答えると、
義母は鼻息荒く店の名前を告げて電話を切るのだった。いいでしょう、行きましょうとも。安全運転でゆっくりと。私は義母を迎えに行くべく準備を進めるのだった。遅い！ようやく指定の店に着いたのだが、店の前に義母がいない。店の中を覗けば、ビールの泡を口につけた義母が叫んだ。まだ飲んどんのかい。じゃあもっと後でもいいじゃないか。あんたが遅いから友達みんな帰っちゃったじゃないのよ。ブツブツ言いながら、一人最後の一口まで飲み干す義母。お友達はどうやって帰られたんですか？タクシーよ。お母さんは、嫁というタクシー呼んだでしょ？何この人。あ、あんたが来るまで飲み食いした分、支払いよろしく。は？あんたが遅いから悪いんでしょ？当然でしょうが。何この人。あっけに取られる私を置いて、本当に会計せずに店を出ていく義母。仕方ないので支払う私。慌てて追いかければ義母が、どうして開いてないのよ！とまた怒鳴ってきた。そりゃ車から離れるんですから鍵かけますよ。私が乗る瞬間に開けなさいよ！何この人。酔っ払いほど立ちの悪いものはない。シラフの行動からしておかしい人が酔っ払うと本当に手に負えない。何回目かの何この人を心で唱えながら私は車を開けるのだった。帰り道は最悪だった。ずっと私の悪口を言い続ける義母。そのうちなぜか大声で歌い始める。熱による頭痛状態に義母のキンキン歌声はきつい。どうにか意識を保ちながら、ゆっくり安全運転をと必死に自分で言い聞かせて走ること数分。ようやく家に着いたところで、お母さん、隙間。まあ、飲みまくったみたいですからね。酔っ払いですからね。そういうこともあるよね。想定すべきだったよね。お戻しになりますよね。その後、ほぼ意識なくなってる義母をどうにかこうにか家に運び込み放置。運ぶ途中に義母の頭や体があちこちにゴンゴン当たってたが気にしてる余裕はない。慌てて車に戻った私は簡単に清掃を済ませて帰路に着くのだった。家に帰る頃にはすでに空は明るく、いつもの起床時間。もう笑うしかないわ。娘を見といてくれと、平謝りしながら夜中に起こした私の両親が出迎えてくれた。そのまま私は倒れるようにベッドに横になるのだった。それが冬の始まりの話。それからクリスマスに年末が過ぎて、時はお正月。そう、義実家に義家族が勢揃いするのである。絶対に来なさいよ！と義母がやたらと念押ししてきたので嫌な予感しかしない。そしてそれは的中する。義実家に着いた途端、リビングに呼び出しがかかり、なぜか義母に正座しろと言われたのだ。ソファーあるのにどうして？すると義母が自分の頭を刺して、あなたのせいで怪我をしたと叫んだのだ。そこにすでに来ていた義士二人が参戦する。ちょっと、陽子さん、あなた倒れた母を雑に運んで怪我させたんですって？体調悪くて戻して汚れた母を放置ってどういうことよ。どうにもならないから迎えに来てほしいって泣いて頼む母にわざとゆっくり行って待たせたんですって？運転がすごく荒くて気分悪くなったって話じゃない。と、まあ、とにかく私を責める責める。いつもの義母に加えて義士二人の鬼の形相。そうかんだ。まあでもですね、これは想定内ですよ。義母の行動なんて予想できてますから。なもんで私はおもむろにノートパソコンを取り出した。最近のは軽くて持ち運びしやすいから助かるわ。な
何よそれ。義士が味方だからか、かなり強気の態度な義母。それを無視して、私は黙々とパソコンを使えるようセッティングする。まあまあ、お母さんも、お姉さんたちも落ち着いて。これが落ち着いてられますか？あんたの嫁としての最悪な所業は、すべて娘に報告済みですからね。きっちり反省してもらうわよ。反省の態度として、私に10万円お年玉を渡しなさい。そしてこれからずっと私のタクシー代わりになるという誓約書を書いてもらうから。なほな話がありますか？ってわけで、私はパソコンのスイッチを入れた。そんな興奮しないでくださいよ、お母さん。これ見たらきっと落ち着きますから。そう言って立ち上がったパソコンで開いたフォルダをポチッとした。すると、男の子くらい産めないの？本当の同じなんだから。と義母の声が流れ始めた。え？驚く義母を無視して、次々私は再生していく。陽子さんはどうして生きてるの？そろそろ消えてくれない？無能な嫁は一生私のタクシーよ。私は娘や息子を育てた親、つまりは神です。ギャー！最後のは録音ではなく、目の前の義母の叫び声。青くなってあわあわしてる義母を尻目に、私の手は止まらない。何勝手に録音してるのよ！勝手じゃないですよ、お母さん。これはすべてドラレコ映像から撮ってきた音声です。お母さんが本当に話してる映像付きもありますけど、見ますか？見るわけないでしょ！いろいろあるのにな。そもそも、どうしてドラレコ映像に、なんで車内の状況が映ってるのよ！ドラレコって外を映すもんでしょ？うちのドラレコは、前方の車、後方の車、そして車内と三つカメラがあるんですよ。三つも？そう。ドラレコに詳しくない世代。無免許の母は知らなかったのだ。今や車内を録画するドラレコなんて山のようにあることを。なんなら360度カメラなんてのもあることを。ドラレコがうちの車についてるのは知ってた義母は、だが車内まで撮ってるとは思わなかったのだろう。ましてや音声が録音されてるなんて思いもしなかった。だからこそあの密閉空間で悪口言いまくってくれたのだ。これまでは大人な対応で我慢してきたけど、体調崩してる時まであんなことされて、もういいかなと思ったのだ。義母の本性を理解してない夫と義士二人に現実を突きつけてやろうと思ったのである。ちょっとお母さん、これは一体どういうことよ？義母から聞いてた話と違うことに顔をしかめる義士二人。娘二人に詰め寄られて義母はタジタジだ。違うのよ！これは何かの間違いで！慌てて弁明する義母。だが私は攻撃の手を緩めませんよ。あ、お姉さんたちに向けたお母さんからのメッセージもありますよ。と言って別フォルダに入れたものを再生した。動画付きで。うちの家族ってほんとどいつもこいつも不出来でダメなのよね。本当に私の遺伝子が入ってんのかって感じ。娘二人なんて、かわいそうに、夫に似たもんだから、残念な容姿に育っちゃったわ。あれで結婚できたんだから奇跡よね。いやー、止めて！義母が慌ててパソコンに手を伸ばすが、それを止めたのは義士たちだった。何よこれ！母さん、私たちに対してこんなこと考えてたの？真っ青な義母を確認して、さらに次をポチッとな。息子も息子でどうしようもないし。え？これまで事態が飲み込めず呆然としていた夫が驚いた声を出した。いやあ、まだあるの？やめて、止めて、見ないで聞かないで！これまた止めにかかる義母だが、今度は義士に加えて夫もその動きを阻んだ。動画は流れる。あの子が勉強できなかったのも絶対父親の血のせいよ。私は高卒だけど優秀だったからね。
それなりの企業入ったみたいだけど大丈夫なのあれ。あんな無能な子なんてすぐに左遷されるんじゃないかしら。解雇されても私に泣きつくんじゃないわよ。息子の失態なんて私が知るもんですか。あ、仕送りはきっちり続けてもらいますからね。破産しようが借金しようが、それくらいしか役に立たない無能息子なんだから。これはさすがに言われた時点で私は怒って反論している。もちろんその動画も続けて流れていた。夫も義士もきっとこの真逆の話を聞かされてたんだろう。私が母に義家族や夫の悪口を言い、義母を虐げ、嫌がらせをする最低な嫁。それが私ということになってたのだろう。だけどお会いにくさま、義母が自ら進んで証拠を残してくれたのだから。いやー、隠し撮りする必要なかったんで楽でしたよ、お母さん。にっこり私が笑って言えば、半泣きで青ざめた義母が私を見た。が、その口はいつものようには動かない。代わりに義士たちが義母に詰め寄る。いろいろ自分に都合のいいことを私たちに吹き込んでおきながら、これが母さんの本音ってわけね。違うのよ、これは。何が違うってのよ。かわいそうな娘で悪かったわね。これは冗談で。これのどこが冗談よ。ちっとも笑えないわ。言っていいことと悪いことの区別もつかないほどに猛録したっての。いやー、あのね、これはね。そもそも母さんはどこに勤めてもすぐに解雇になるできない人間だったんでしょ。父さんが嘆いてたわよ。それなのに私たちや弟、それに加えて陽子さんのことまでため人間とか、どの口が言うのよ。もう義母は青ざめすぎて真っ白だ。もう知らない、関わってらんない。子供のことをダメだと連呼するような母親、私たちの方が願い下げよう。もう二度と来ないから。そんな、待ってちょうだいよ。お願い、待って。必死にすがりつく義母の手を振り払い、義士たちとその家族は帰っていった。帰り際に二人は深々と私に頭を下げ、誤解してごめんなさい。あんな母親見捨ててくれていいから、と謝罪してくれた。残されたのは私と夫のみ。娘はこの事態を見越して私の実家に預けてきたのだ。なんで？と怒ってた夫も、今となってはそういうことかと理解できただろうな。さて、私も帰るわね。え？パソコンを片付けて立ち上がる私に驚いた顔をしたのは夫だ。え？じゃないわよ。帰るって言ったの。あ、じゃあ俺も。どこに？え？あなたはどこに帰るの？え？そりゃ家に。家に帰っても私も娘もいないわよ。え？なんで？そりゃ嫁の言うこと信用しない夫と一緒に住んでられないわよね。ま、さすがにそれは冗談だが、でも私は怒ってるんだってことは理解してもらわないとね。とりあえず私は実家に戻ってしばらく娘と厄介になります。待ってくれ、俺も行く。慌てて私を追いかけてくる夫。私と一緒に実家に行けば両親からの説教が待ってるの分かってるのかしら。その瞬間、慌てて義母が顔を上げて走り寄ってきた。ちょっと待ってよ、どこに行くの？せっかくのお正月なのに。まだそんなこと言ってるのかと呆れる私の前に夫が進み出た。義母から私を守るかのように立ちふさがる夫。母さん、俺は悲しいよ。一人寂しいだろうといろいろ気遣ってきたのにさ。仕送りも頑張ってしてきたのに、あんな風に思われてたなんて。アキラ、あれは違うのよ、あれはね。もういいよ母さん、嘘はもう十分。待ってちょうだい、お願いだから待って。必死にすがりつく義母の手を振り払い、背を向ける夫は最後に、さよなら母さん。そう言って私の手を引いて義実家を後にするのだった。
扉が閉まるその瞬間まで義母の叫び声が聞こえていた。その後、夫と義子二人とで話し合いがあったようで、三人とも義母への援助はやめることになった。もう十分仕送りしたし、義父の遺産と年金だけで余裕のある暮らしができるだろうということで。だが実は義母はかなり調子に乗ってたらしく、義父の遺産はもうほとんど使い果たしていたという。あとは少ない年金で細々と、切り詰めて生きていくしかないと泣きついてきたらしいが、子供三人は無視することで満場一致となったそうな。もちろん、金輪際義実家には行かない。もっと年老いて、いろいろ問題が起きるようになったら、施設に入れるということで、これまた満場一致。孫には一切会わせないというのも決め事になった。こうして義母は完全な自業自得で、寂しく惨めな老後が決定したのである。さらにその後、義母の鬼のような廃車の催促から解放された私は平穏な日々を満喫している。今では休日の旅に楽しくドライブの日々だ。そう、私はもともと運転が好きなのだ。義母の送り迎え以外は。義母の送迎にかかってたガソリン代ももう必要ないし、仕送りもないから遠出する余裕がある。さて、次はどこに行こうか。なんて、娘と次の計画を立てるのだった。幼馴染が結婚したとき、子連れのバツイチのご主人で心配だった。20代じゃ他人の子供を育てるほど大人じゃない。私はそう思っていた。それが自分に降りかかってくるとは。私は桜、36歳の専業主婦。夫のケイタとは同じ会社で知り合った。経理と営業という関係で、あまり顔を合わせることもなかったのだが、偶然に駅のホームでばったり会ったことをきっかけに、お付き合いが始まった。すると、夫にはその時、14歳の息子がいたのだ。私は、幼馴染からいろいろと話を聞いていたので、躊躇していた。しかし、夫のことを好きになった気持ちはどうしようもなく、なんとなく、幼馴染の気持ちが分かったような気がして、あっという間に結婚することが決まった。しかし、夫は実家暮らしで、息子のことは義母に任せていたのだ。そのこともあり、結婚してすぐに義実家に入ることになった。嫁姑ってだけでも問題なのに、息子までいるのだから、大変なことは間違いない。この先のことなんか考えもせずに幸せな気分だった。実家に入り、まず義母に気を使った。お母さん、私がやりますから座っていてください。掃除もできない人に料理なんかできるのかしら。え？お掃除って。掃き掃除、拭き掃除、ワックスがけ。窓ガラスは拭いたの？ご近所から笑われるような掃除はやめてちょうだい。それって、もしかして毎日やるってことですか？当たり前ですよ。あなた専業主婦なんでしょ？ケイタは外で長い時間働いてるのよ。それくらい当たり前なのよ。はあ、わかりました。すみません。食事だって栄養考えてくれないと困りますからね。食べ盛りの男の子がいるんですから。しょっぱなからダメ出しを食らい、ちょっとへこんでしまった。ワックスがけなんか毎日必要ないのにな。そう思いながら、私は義母の言うことを聞き入れた。すると、食事を食べ終わった義理の息子の蓮くんが私に向かって。まず、もっとマシなもの作れ。え、ごめんなさい。お口に合わなかったかしら。蓮くんはそう言っただけで自室にこもってしまった。私が結婚して自室から出てくるのは食事の時だけだ。結婚当初からこれじゃ思いやられるなと、なんだか頭を抱えてしまった。そして義母は相変わらずの文句のオンパレード。
夕食を作れば味が濃いとか薄いとか和食にしてほしいとか。それを見ている夫も何を言うわけでもなく義母に同意してしまう。食べ盛りの子供がいるのだからと言ったのは義母の方だ。しかも夫のいない時、義母は私をこき使うことしか考えてなかった。休む暇がないほどこき使われるのだ。これがいびりというものなのか？そして数年後のことだ。無事に蓮くんは大学へ進学したのだ。親としてはほっと一安心だった。しかし蓮くんが20歳の時、急に結婚したいと言い出した。正直驚いたのだが、蓮くんが決めたことなら応援してやりたかった。蓮くんが結婚したいって言ってるのよ。は？なんでそんなこと俺に言うんだよ。俺は関係ない。それはお前の仕事。俺の仕事は金を稼ぐこと。息子の結婚なのよ。そんなこと言わないでよ。ケータの言う通りね。蓮の結婚のことなんか、ケータは関係ないわ。あなたの仕事よ。え？結婚式の家族の顔合わせとか、あるじゃないですか。だから、それはお前が行けばいいだろ。俺には関係ない。仕事って言っておけ。夫は何が何でも関わろうとはしませんでした。自分は外でお金を稼ぐ。その他のことは全部私。息子の結婚だっていうのに、私は腹が立って仕方なかった。しかし、こんなことを聞いたら、蓮くんが傷つくなと思い、私は夫や義母の意見は伏せておいた。そして、なんとか言い訳をして、両家の顔合わせが無事に終わり、入籍するだけとなった。おばさんには迷惑かけないから。結婚式はしない。結婚が決まったから、入籍だけ。来月にはここ出てくよ。子供がいる男と結婚するなんて、おばさんも変わりもんだよな。私は、蓮くんの言葉に涙が出そうになった。蓮くんの言葉の裏には、優しさを感じたからだ。その蓮くんが巣立っていくことを考えると、複雑な気持ちだった。そして事件は起きた。連れ子の結婚が決まると、夫から離婚届を渡された。家政婦お疲れ。夫の言葉に私は驚いた。しかし、ずっと我慢してた理由を教えてあげる。え？私は待ってましたとばかり、今までの我慢を夫と義母にぶつけまくった。私はもうあなたには何の興味もなかったわ。母親の言いなりで子供のことさえ守ることができない。本当に蓮がかわいそうだった。子供は何もせずには育たないの。だから何なんだ。教育者ぶるな。子供も産めないくせに。ふざけたこと言ってんじゃないよ。そうよ。出産もしてない人が教育に口出すんじゃないわよ。ケータのお金にしがみついていたくせに。お金目的の結婚でしょ？は？あんな安い給料にしがみつくとかありえません。何言ってるの？失礼なこと言うんじゃないわよ。あなた、ケイタの給料で養ってもらってたんでしょ？お言葉ですが、ケイタさんの給料ご存知なんですか？ここの家賃がないから生活できましたけど、レンの大学のお金なんか出せる状況じゃないです。レンは大学に行ったじゃないか。大学の費用は独身時代の貯金から私が出しました。何言ってるのよ。調子に乗らないでちょうだい、嘘つき女。まあいいです。私はここの家政婦でしかなかったみたいですから、今すぐ出て行きます。さっさと出てけよ。家政婦のくせに生意気な。私はやっと言いたいことが言えた気がした。それでも全ては言い切ってなかったのだが、かなり気持ちが軽くなった。家政婦ご苦労様って言われたけど、蓮のためにできたのならば、それはそれでよかった。蓮が巣立つのと同時に、私も出て行こうと思った。すると蓮が
部屋から出てきたのだ。いい加減にしろよ。言いたい放題っておかしいって。そうよね。この人おかしいのよ。自分勝手などうしようもない女だからね。それはどうかな。自分勝手などうしようもない女って自分のことじゃないの？この人はそんな人じゃないよ。だって俺の母さんだから。私は驚いた。俺の母さん。レンがそう言ってくれたのだ。こんなに嬉しいことはなかった。レンに母さんなんて呼ばれたのは初めてだった。そして、レンは話を続けた。俺、ずっと見てきたけど、この人一番まともだよ。父さんもおばあちゃんもおかしいから。こんな状況で結婚したなんて、騙されたよな、母さん。離婚が一番の選択かと思うよ。だってこの人たち、どうしようもない大人だから。何を言うんだね。それが親に対しての口の聞き方か？俺の恩を忘れたのか？いい加減にしろ。恩って何？もしかして、日本語通じないんじゃないの？一生懸命やってきた母さんを家政婦だなんて気が狂ってるよ。家政婦だって言うなら金払えよ。中学入って、俺が反抗しても、母さんはめげずに立ち向かってきた。俺が何を言おうが負けなかった。そして、いつも子供は宝だからって。母親がいない思いをさせたくないって。レン。母さんって、小さい頃母親を亡くして苦労してきたんだ。だから俺の気持ちも分かってくれた。不良の仲間入りしても、何も言わずに見守ってくれた。生まれて初めて愛情を感じたよ。やめなさい。何を言ってるのよ。この女はレンを騙してるのよ。そんなことも理解できないの？私はレンの言葉に涙が出そうだった。レンが私のために。私の気持ちがレンに伝わっていたなんて胸がいっぱいになった。そして夫は最後の最後まで嫌味を言い続けた。さっさと出て行ってくれよ。離婚届にサイン忘れないように。本当に使えない嫁ね。もっと早くに若い子見つければよかったわよ。大丈夫だよ。離婚さえすれば相手なんてたくさんいるから。飲み屋に行ったら俺ってモテモテなんだぞ。嫁のようなおばさんじゃなくて20代の若いやつしかいないし、結婚したいって迫られるくらいだ。あら、20代とはさすがね。おばさんの使えない嫁とは大違い。このおばさんじゃ出て行っても仕事にもつけないわよ。専業主婦として家政婦もできないんだからな。おばさんじゃ仕事もないし、先の読めない愚か者だよ。さっさと新しい嫁の確保をしないとね。楽しみだわ。私は悔しいとも何とも思わなかった。夫に対しての気持ちはすっかり冷めきっていたのだから。そして私は義実家を出たのだ。急なことだったので、友達の家に泊めてもらうことにし、部屋を探した。そして、主人に内緒でやっていた編集の仕事をフリーランスで続けていた。仕事も忙しくなってきて、さらに仕事量を増やした。仕事をしながら、さらに技術を身につけるための勉強もした。一人になったことで、すべての時間を自分のために使える。なんて素晴らしいのかと思うほど、私は時間のありがたみを実感していた。レンも結婚生活が順調のようで、大学へ通いながらバイトをして生計を立てている。お互いに学生なので夫婦で協力し合っているみたいだ。子供は就職して安定してからって言ってたので、意外にしっかりと計画を立てているのだなと感心した。たまたま近くに住むことになって、奥さんがバイトで遅くなる時には、うちに来て食事をしていく。なんだか本当の親子になったような感覚さえ感じていた。レンが息子でよかったな、とそう感じていたのだ。そして、夫と離婚して半年が経った時のことだった。急に夫から連絡があったのだ。助けてくれ。大変なことになってしまった。は？お前と離婚した後に、若い女と結婚したんだ。そしたら、俺のカード使いまくって、借金まみれになってしまって。
しかも家のことは何もしないし、料理も作れないんだよ。だから何ですか？俺、全部お前に任せてたから、自分の給料いくらか知らなかったから、カード渡して使わせてしまったんだよ。返済はできないし、現金もないし生活ができないんだ。だから、私には関係ないことよ。離婚したんだから連絡しないでよ。なあ、俺たちやり直そうぜ。お前がちゃんとしてくれてたってことがよくわかったんだよ。母さんも膝を痛めてしまって歩けなくなったんだ。桜さんに戻ってきてもらってと言ってるんだよ。俺たち三人ならうまくやっていけるから。冗談でしょ？私がお母さんに意地悪されてどれだけ大変だったことか。もうあの家に戻る気なんて全くないから。そんなこと言わないでくれ。俺がこんなに困ってるんだぞ。意地張ってないでさ、戻ってこいよ。そしたらまた専業主婦でいられるじゃないか。私は充実した生活を送ってますのでご心配なく。もう二度と電話しないで。ちょっと待って、待ってくれよ。一生のお願いだから聞いてくれよ。今の嫁もう追い出すから。母さん、このまま介護にでもなったらどうするんだ？親孝行する時じゃないのか？失礼します。ちょっと待てて。おい。私は呆れるだけだった。単純な考えで、目先のことしか考えられない元夫のやりそうなことで、まるで大人の男とは思えなかった。よほど蓮の方がしっかりしてる。私は元夫からの連絡を断つためにブロックした。そして私は蓮が来た時に話をした。すると蓮は笑い始めた。母さんみたいな女を捨てるから罰が当たったんだと。私までもが嬉しくなってしまい、蓮と一緒に笑ってしまった。そして蓮は私と蓮夫婦で温泉に行かないかと提案してきた。私はまさかの誘いだったので、思わず飛び跳ねて喜んでしまった。年がいもなく、蓮は心で笑っているんだろうなと思いながら、私は嬉しさを隠しきれなかった。蓮は奥さんと二人で温泉貯金をしていると言っていた。コツコツと偉いな、と私は感心した。蓮が帰るときに、母さん、今までありがとう。もう、大学のお金自分たちでどうにかできそうだから。何言ってるの？大学のお金高いのに、仕事しながら大学行くのも大変だわよ。家庭のこともあって、私のことは気にしなくていいから、在宅で結構稼げるようになって、貯金が増えてるんだからね。それはすごいね、さすが母さん。でも、自分で払えるめどがついたんだよ。結構日給のいいバイトで、学校のことも理解してもらってるから、俺もう決めたから。家庭持てるのに親に甘えてられないよ。レン。ということで、温泉よろしく。私は、レンの行動に驚かされるばかりだった。なんだか、レンが離れていくような気がしてならなかった。しかし、何かあった時はいつでも助けることができるし、子供のチャレンジに親が手を差し伸べてはいけないなと思い、レンの言うことを聞き入れた。そして、一週間後のこと、レンの奥さんのユナさんから LINE が来たのだ。私は驚いて、すぐにレンのアパートに向かった。何してるのよ、やめなさい。元夫がお金を貸せと言って、レンの家に押しかけていたのだが、レンが断ると逆上して喧嘩になったらしい。どうにもできない奥さんが慌てて私に連絡をしてきた。母さん、こいつと決着つけるから黙ってて。レン、やめて。俺が育ててやったのに、少しくらい金貸してくれたっていいだろ。恩も忘れて一人で大きくなったって思うんじゃないよ。ああ、金出せって言ってんだろ。金があっても、お前にだけは出さない。なんだと？もう一度言ってみろ。ああ、何度でも言ってやるよ。てめえ。夫は、握り拳を作り、蓮に襲いかかろうとした。私はとっさに蓮をかばうために、夫の顔を思いっきり叩いてやった。
一体、何するんだ。目を覚ましなさい。子供からお金を巻き上げようだなんて何を考えてるのよ。あんたのやってることは人間じゃない。親じゃないよ。仕方ないだろう。借金取りに追いかけられてるんだから。仕方ないと思うなら、追いかけられて捕まったらどうなの？なんで何とかしようと思わないの？なんで人ばかり頼るの？あなたは自分で何とかしようだなんてこれっぽっちも思ってない。そして、必死に苦労してお金を貯めた息子を頼り、食いつぶそうとしている。それが親なの？父親のすることなの？いい加減にして、蓮は私の息子よ。手を出したら許さないから。帰れ。頼むよ。帰れって言ってるのがわからないの？帰れ、帰れ、帰れ。夫は逃げるようにアパートを出て行った。そして、ほっとした私は、なんだか力がなくなり、床にしゃがみ込んでしまった。本当に、クズ男としか言いようがない元夫。その後、借金取りに捕まり、分割で返すことで話がまとまったらしい。仕事が終わってから毎日バイトに行っているらしく、週末も日雇いのバイトをして休みがないとか。元義母も膝を悪くしていたのは嘘だったらしく、清掃員としてパートでこき使われているみたいだ。もちろん借金をしていた嫁とは離婚して出て行ってもらったらしく、借金をした分の請求を求めたのだが、嫁は姿をくらましたみたいだ。こんなはずじゃなかったと毎日嘆いているとか。私は相変わらず蓮から幸せをもらい、充実した生活を送っている。蓮の奥さんから同居しましょうという誘いがあったのだが、さすがに新婚の邪魔はしたくないと思い断った。私はこの家族がいればもう何もいらない。今になって本当の幸せをつかんだ気がしてならなかった。家族の幸せ。これが私の求めていた本当の幸せだったと、今更ながら感じていたのであった。20代のうちに両親を亡くした親戚の A 子。A 子の親は土地やらマンションやら、不動産を結構所有していた。しかし、A 子の親は亡くなる前に、不動産の大部分を処分しており、さらに一人娘の A 子は、残された不動産のうち、分譲マンション一室のみを残して、残りの物件も売却。そんな A 子も、数年後に結婚したわけだが、結婚後、夫と相続したマンションに住むことになった。ところが、A 子の夫は腸がつくほどの見えっ張り。分譲マンションは妻が両親から相続したものなのに、自分が買ったと両親に報告。義両親は親を亡くした A 子を見下して嫁いびり。どこの馬の骨発言やら、貧乏人の娘呼ばわり。夫は最初こそかばっていたものの、時間が経つにつれて、義両親に洗脳されて、うちの親に尽くせ、もっと稼いで仕送りしろ。いずれ俺の両親と同居して介護しろ。当然、A 子は夫と喧嘩ばかり。そのうちに夫の浮気が発覚し、バレて開き直る夫は、せっかく貧乏人をもらってやったのに、離婚だ。今すぐ出て行け。だと。当然、分譲マンションは A 子の持ち家なので、A 子は出て行かずに、夫を追い出した。そしたら、夫の両親が乗り込んできて、どうしてうちの息子が買ったマンションなのに、こっちが追い出されないといけないんだ？お前が出て行くべきだろ。A 子に怒ってわめき散らしたそう。A 子は冷静に両親の残した遺産だと説明すると、義両親は二人してポカーン。どうやら嫁にマンションを乗っ取られたと息子が話していたらしい。その後、夫の浮気相手が妊娠したため、
離婚が決定的に。なぜか慰謝料としてマンションをよこせ、と夫が要求してきた。A 子は弁護士を義実家へ送り込むと、相手はあっさりおとなしくなり、無事に離婚することができた。ここまではよくある話なのだが、ここから修羅場になる。A 子は金遣いが少し荒い夫を結婚当初からあまり信用していなかったので、両親が残した不動産のことや自分の資産について何も話をしていなかった。バレたのは義両親の古い友人で、元不動産屋勤務のおっさんのせい。A 子は少し珍しい旧姓だったことと、義両親がこの友人に、息子の嫁が貧乏人の娘だと愚痴った時に発覚。昔 A 子の両親と不動産屋の取引に関わったことのあるこのおっさんが喋ったせい。息子の嫁が実は資産家の娘だったと知った義両親は離婚を阻止しようと息子に電話した。しかしその時にはすでに離婚届を提出した翌日だった。その日から義両親と元夫は A 子に電話やメール、アポなしで会いに来る始末。元夫、やり直したい。浮気相手は捨てる。義両親、息子とやり直せ。浮気相手の子はお前が育てろ。仕送りを増やせ。実の両親になってやるからありがたく思え。自営の商売がうまくいかんから金貸せ。今ならお前を認めてやる。などなど。A 子は会うことを拒否して着信拒否とメールアドレスを変更。そしたらひたすら玄関のピンポンを連打する攻撃。さらにはお隣さんにも聞こえるような大声でわめき散らす元義両親。A 子は警察に元義両親を引き取ってもらい、また弁護士を送り込んだ。義両親がおとなしくなったと思ったら、今度は元夫が待ち伏せ&共通の友人に頼んで復縁を依頼してきた。共通の友人たちは元夫の言い分を信じて、A 子の言い分には全く耳を貸さなかった。元夫は外面だけはいいので、A 子が何を言っても、夫家族がどれほどひどいのか、信じてもらえなかった。その頃、元義両親は A 子の親戚に攻撃開始。結婚の際に親代わりとなった叔父のところへ、電話とアポなし訪問。A 子がいかにひどい嫁だったかとわめき散らした。お前たちの教育がなってないからだと。そして最終的には息子と復縁させろと。叔父は隣の県に住んでおり、義両親はこの親戚の職業を知らなかった。元夫と A 子の結婚顔合わせの際も、この叔父を含む A 子の親戚に対して、だいぶ見下した発言をしており、A 子の親戚は義両親に対して極めて心象が悪かった。元義父は散々わめいた挙句、うちのバッグには怖い人がついているんや。今度そいつを連れてくる。とのおバカ発言。A 子の叔父は余裕の笑みで、ぜひ連れてきてください。警察幹部の家に暴力団を連れてくるとはいい度胸ですよ。義父はそれを聞いてポカーン。この叔父は、某県警ナンバー2に出世してた。身内には弁護士も数名おりますし、いつでもお相手しますよ。そこ、義父は逃げていった。その他、商売していた他の親戚にも突撃、復縁の手伝いをしろとわめき、その後なぜか土下座して、親戚だろ、金を貸してくれ、だと。どうやら借金がある上に、商売が行き詰まっていたらしく、切羽詰まっていたそうだ。またもや、義父は警察に引き取ってもらった。
その他、義母が A 子の職場に突撃したり、あらゆる嫌がらせをして、A 子をノイローゼ寸前まで追い詰めた。なぜか A 子を罵る手紙を送りつけておきながら、復縁しろとか、マンションに A 子を中傷する紙を貼ったりとか、またもや弁護士と警察のお世話になる義母。結果、A 子は職場を退職、マンションを売り払い、叔父たち親戚のいる隣の県へ引っ越した。叔父たちは集まって親族会議。義両親と元夫は今後 A 子と A 子親戚への接触禁止にする。名誉毀損で訴えるぞ、と弁護士を送り込んだら、とりあえずやんだ。それでも義両親が乗ったらしい車を見たとか、A 子さんは元気にしているでしょうか、と親戚に話しかけてきた元夫らしい人物の目撃情報が親戚から相次いだ。そのため、A 子はこれ以上親戚に迷惑がかからぬよう、大学時代を過ごした県へ引っ越していった。念のため、他の親戚が元夫たちの住んでいる地区の議員に話して圧力をかけてもらったため、その後の動きはピタリと止んだ。どうやらお偉いさんに弱い人たちらしい。A 子が結婚してから離婚するまで8ヶ月。離婚してから2度の引っ越しが終了するまで5ヶ月。A 子の親戚にとってはかなりの修羅場だった。A 子は現在再婚して幸せに暮らしています。今度はまともなお相手のようです。夫婦で共働きですが、資産の件は話していないそうです。資産は現金だけにしたとのこと。元夫は復縁を要求しながら、なぜか浮気相手と再婚してたそうです。そして1年後に離婚。なんでも、前妻は資産家だったのに、お前のせいで離婚したと言われ続けたためだそう。共通の友人からの情報では、未だに元夫は、今頃楽して金が入ってくるはずだったのに、と言い続けているそうだ。元夫は A 子が再婚したと聞いて、酒飲んで暴れて、また警察のお世話になったとか。A 子が見下されていた理由は、両親が他界していたことと、体を壊した A 子が、一時的にアルバイトしていたため、職業で見下されたこと。あとは元夫両親がバカすぎたこと。元夫の両親は年金もかけておらず、貯金もなく、親戚は中卒高卒ばかりで、大卒は元夫だけだったとか。資産家の娘と知って、元夫の親戚たちがたかる気満々で、義両親を煽ったのも騒動の原因だったそうだ。元義両親はその後破産したらしいとのこと。元夫と義両親はどうあれ、A 子は離婚して幸せになれてよかった。いかがでしたか？最初はよくある嫁いびりからの夫に浮気されて離婚成立終了かと思いましたが、まさか飛んだ後日談があるなんて、お金が絡むと人は恐ろしいですね。義両親たちは A 子さんのことを悪く言いつつ、復縁要求するってかなり矛盾してますよね。それにも気づけないくらいおバカさんなのでしょうか。A 子さんも元夫さんが少し金遣いが荒いと知りつつ、どうして結婚してしまったんですかね。まあ、A 子さんが資産家の娘であることが、離婚後に発覚してよかったですね。もし離婚届をまだ出していないタイミングだったら、もっと面倒なことになっていたでしょうから。では、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。私と夫の亮は職場で知り合い結婚した。
私は経理部、寮は営業部で何度か社内ですれ違ったり、お互いの部署で顔を見たりはしていたが、距離が縮まったのは会社の忘年会だった。たまたま席が隣同士で会話が弾み、意外と共通点があるということで連絡先を交換した。二人っきりでデートに出かけているうちに交際に発展し、三年の交際期間を経て結婚することになった。正直亮は仕事があまりできる方ではないが、女性の扱いは非常に手慣れていて、どんな時でもリードしてくれるその姿にどんどんと惹かれていった。亮が女慣れしている原因は、姉の京香さんがいるからだと判明したのは、結婚挨拶で義実家を訪れた時だった。義両親は亮と同じくいい人たちで、すぐに心を開くことができた。しかし、すでに結婚している京香さんと、その夫である明さんは、テーブルの端から私を寝踏みするように睨みつけていた。それはもしかしたら私の勘違いかもしれないけど、そう見えてしまうのも仕方がないと思う。なぜなら、京香さんも明さんも、とても派手な見た目をしているからだ。髪の毛は二人とも明るい金髪で、ピアスやネックレスなどのアクセサリーをたくさん身につけ、京香さんのネイルは突き刺さってしまうのではないかと思うほど鋭く長かった。私はもともとおとなしいタイプの人間なので、こういったギャル系の人たちのことが苦手だ。悪い人ばかりじゃないとわかってはいても、それでもやっぱり見た目で敬遠してしまう。案の定、京香さんはギャルの中でも悪い人たちに分類される側の人だったようだ。結婚後、二人で借りたマンションにたびたび遊びに来る京香さん。私も亮も土日の関係ないシフト勤務なので、こうして平日に一人で自宅にいることもある。京香さんがやってくるのは、決まって私しかいない日ばかり。やっほー、今日も来たよ。ゆかちゃんの作るランチ、美味しいんだよね。京香さんは私の作る食事目当てで、こうしてやってきてはランチを処方する。仕方なく二人分の食事を作って京香さんの前に並べると、行儀悪く食べ進め、あっという間に平らげてしまう。その後は大股を広げて床に座り、テレビを見ながら大笑いしているのだ。ねえねえ、なんでゆかちゃんは結婚しても仕事してんの？寮の給料ってそんなに安いんだ。かわいそすぎ。うちだったら耐えられないわ。仕事しないために結婚したようなもんだもん。京香さんはそう言いながら、家計簿を書いている私の横に来て、あざ笑うように言ってきた。まあ、でも仕事好きなので全然平気です。やりくりするのも楽しいですし。私が苦笑いで返すと、京香さんは、ふーんと答えて、またテレビを見始めた。思わずため息が出てしまう。うちに来て、こうしているだけでも多少ストレスになっているのに、うちの家計のことにまで口を挟んでくるところが本当に苦手だ。京香さんは結婚してからずっと専業主婦という名の無職で、夫の明さんの収入だけで生活をしている。職人の明さんはそれなりにたくさんの給料をもらっているようで、きっと収支なんて気にしたことがないのだろう。私たちはいつかマイホームを購入しようと貯金をしているから、二人で働いて着々とその準備をしているという感じだ。亮の姉だからといっても家庭は別々なのだから正直口出ししてこないでほしいとは思うが、気の弱い私は京香さんに言い返すことができない。そして京香さんたちは休日ともなると夫婦二人で家に来て夕飯を食べていく。シスコンな亮は京香さんがいることを喜んでいるようだが、私は遠慮してほしい気持ちでいっぱいだ。昼間と同じように、うちに来ても手伝うわけでもなく、テレビを見ながら食事ができるまで座って待っている京香さんたちを見ると、心底腹が立つ。その上、酒やつまみのおかわりをよこせと言っては、私をコンビニまでパシリにしたり、味付けが気に食わなければ、作り直せと機嫌を悪くする。何度も切れようかと思ったが、その度に亮が、頼むよ、と言ってくるので、結婚してから4ヶ月間、ずっと我慢してきたのだ。私だって仕事をしているのに、どうして義理の妹だからってこんなに京香さんたちに尽くさなければならないんだろうと、ストレスは募りに募っていった。そして、ついにその我慢も限界を迎え、先日京香さんと明さんに対して不満を爆発させてしまった。いつものように勝手に冷蔵庫を漁り、酒を引っ張り出してくる京香さん。それは、
亮の誕生日の時に飲ませてあげようと思っていたヴィンテージワインだった。京香さん、そのお酒は亮の誕生日の時に開けようと思ってたんです。いつもいつもそうやって勝手に冷蔵庫漁ってますけど、せめて一言声かけてくれませんか。正直言って迷惑なんです。亮が顔面を真っ白にしてイライラしだす京香さんを見守っていた。はぁ、誰に物を言ってるか分かってんの。っていうか何、うちが悪いわけ。京香さんは長い爪をカチカチとテーブルに当てながら言い返してきたので、一瞬ひるみながらも自分を奮い立たせて反論した。いつもうちに来て座ってるだけで片付けとかしてくれないじゃないですか。食べて帰るだけ。せめて少しくらい手伝ってくれてもいいんじゃないですか。精一杯だった。睨みつけてくる京香さんに対してはこれが限界だった。あっそ、気分悪、もういいや、じゃあね。ドンとテーブルにワインを置いてドカドカと家を出ていく京香さん夫婦。おいおい、姉ちゃん怒っちゃったじゃないか、どうすんだよ。亮は頭を抱えながら座り込んだ。どうすんだよじゃないよ。いつも京香さんの行動に何も注意してくれないし、私が言うしかないじゃない。それとも私がいつもああやってされているのを当然と思ってるわけ。ほとんど泣きそうになりながら亮を責めると、さすがにまずいと思ったのか、今度は私をなだめるモードに切り替えてきた。ごめんって、わかったよ。姉ちゃんたちにはうちに来ないように言っておくから、それでいいか？亮の提案にうなずくと、本当に注意してくれたのか、それ以降京香さんたちがうちに来ることはなくなった。穏やかな生活を送っていると、亮がとあるパンフレットを見せてきた。そろそろ新婚旅行にでも行かないか？仕事の繁忙期も過ぎたし、沖縄もいい季節だろう。この前のことがあって言い出しにくかったけど、そのお詫びってことも含めて。気まずそうに見せてくるそれは、沖縄の旅行パンフレットで、仕事で疲れていた私の心を明るく照らした。それから沖縄についていろいろリサーチしたり、水着や服を新調したりと楽しく準備をして、あっという間に出発当日になった。キャリーケースを引いて空港でチェックインをしていると、ゆうかちゃーんと聞き慣れた声が耳に入り、振り返るとそこにはいつもよりも派手な格好をして、すでにバカンス気分な京香さん夫婦が立っていた。え？京香さん、どうしてここに？私が驚きながら尋ねると、京香さんは、はて、という顔をした。は？一緒に行くって言ったじゃん。亮から聞いてないの？亮を振り返ると、気まずそうにうつむいていた。やられた。亮は隠していたのだ。京香さんが行くといえば、私が行かないというのを分かっていて黙っていたのだ。帰ろうと思って、キャリーを持ち直したところで、京香さんに腕をつかまれた。あとさ、この前はごめんね。ちゃんと謝んなきゃなと思ってさ、仲直りしたいんだよね。恥ずかしそうに頭をかく京香さんに驚いてしまった。この人もこんなことを言うのか、どこでどう改心したのか、晴天の霹靂レベルだったが、確かに初めて私に対して謝罪を口にしたのだ。そこでごたつくわけにもいかず、結局私たちは仲良く4人で沖縄へ。借りたレンタカーで向かったのはシーズンインしたばかりのビーチだった。そこでバナナボートを4人で楽しんでいると、カーブで突然後ろから押されたような感触があり、気がついたら私は海に叩きつけられて上も下もわからなかった。恐ろしくてもがいていると、ジェットスキーが駆けつけてくれて無事に救出された。海から這い上がった私は後ろについているバナナボートを睨んだ。ごめんごめん、腕が当たっちゃったみたい。ほら、Gがすごいから耐えらんなくってさ。それにしてもものすごい豪快に飛んでたね。人形みたいだった。京香さんとアキラさんが大笑いしている。きっとわざとだ。そもそも空港でのあの言葉は全部嘘で、きっとこうやってじわじわと私を追い詰めるためについてきたのだ。それ以降のアクティビティは全く楽しめず、ただだらだらと時間をやり過ごすだけだった。軽く土産を購入して旅館へチェックインし、それぞれの部屋でくつろいでいたのだが、そこへ京香さんたちがやってきた。俺、つまみ追加で買ってくるよ。いて欲しかった亮は出かけてしまい、部屋には私と京香さんたちになってしまった。今日マジ楽しかったね。そういえばゆかちゃんお酒飲めないんだっけ。でもね、このお酒は飲めると思うよ。めちゃくちゃ飲みやすいから、一口飲んでみて。
京香さんが差し出してきたのは黄金色の飲み物。何度も断ったが、最終的には押し付けられて口に含むことになってしまった。だが、あまりにも受け入れられなかったので、すぐに吐き出した。ああ、もったいない。このお酒高かったのに。そう言って見せてきたのは、蛇が入った酒瓶だった。沖縄のハブ酒って知らない？あ、ごめん。ゆかちゃん蛇も嫌いだったっけ？忘れてたわ。絶対にわざとだろうと睨みつけていると、二人はおもむろにポケットからタバコを取り出した。ちょっと待ってください。この部屋禁煙ですよ。何してるんですか？りょうは喘息の私を気遣って禁煙の部屋を取ってくれていたし、京香さんたちにもうちに来た時にはベランダでタバコを吸うように言ってくれていた。はぁ？別に換気すればよくない？いい子ちゃんぶってんのマジでムカつく。嫌ならあんたが出てきゃいいじゃん。駐車場で寝てれば？タバコに火をつけて煙をくゆらせながら煽ってくる京香さんに耐えかねて、スマホと財布を持って飛び出した。旅館の入り口で亮とすれ違い、外で寝るからさよならと告げると戸惑う声が聞こえてきたが、無視してレンタカーに向かった。しかしそこの駐車場で眠るのは尺だったので、スマホの電源を落とし夜の沖縄をドライブした。聞いたことのない地名や見たことのない家屋を楽しんでいると、細道の先にビーチが見えた。そこの駐車場に停めて外へ出ると、街灯のない星空が広がっていて、さっきまでのストレスが浄化されていくようだった。波の音と木々が揺れる音、そして遠くにサイレンの音が聞こえるだけの空間。そのまま車に乗って一夜を過ごした。目を覚ますと、ちょうど太陽が昇ってくるところで、また魂が浄化されたような清々しさを覚えた。少し走ると道路沿いに定食屋を見つけたので入店し、朝ごはんを食べていると、地元の人と店主のおばちゃんの会話が耳に入った。あの旅館昨日ボヤがあったんだってさ。何でも観光客のタバコの不始末だってよ。やだね、よそ者は。ルールはルールなのにね。なんとなく嫌な予感がして、切りっぱなしにしていたスマホの電源をつけると、寮から信じられないくらいの着信があったようだった。そこへちょうどかかってきた寮からの電話を取ると、いきなり怒鳴られた。どこにいるんだよ、勝手なことばっかりしやがって。聞くに耐えなくて切ってやろうかと思ったが、一応話は聞いてみることにした。やはりおばちゃんたちが話していたボヤを起こしたのは京香さんたち。酒を飲んで酔っ払って火のついたタバコをガラス製の灰皿に置いたままうたた寝してしまい、目を覚ました時には部屋中に煙が充満していたらしい。姉ちゃんは火傷して病院に搬送されたから、今から行って付き添ってやってくれよ。俺とアキラさんは今から事情聴取だから。偉そうに命令してくる寮に、いやよ、私はこれから沖縄を楽しむんだから、と告げて電話を切った。そのまま一日沖縄旅行を堪能し、予定より先に帰ってきた私が向かったのは自宅ではなく実家。両親に何があったのか事情を説明して離婚する意思を伝えた。そこまでされていたのならと納得してくれて、義両親たちにも挨拶をしに行って義実家へ離婚届を置いてきた。あちらで事情聴取やらいろいろ終えて帰ってきた寮から何度も連絡があったが、すべて無視。どうやら義両親が寮を説得してくれたようで、離婚届を提出させたと連絡があったのはそれから2週間後のことだった。慰謝料や財産分与はなし。というか、禁煙ルームでタバコを吸ったり火事を起こしたりと、賠償金がとんでもない額になっているだろうから、請求するだけ無駄だと思ったのだ。実際職場で見かける寮はみるみる痩せ細っていき、営業部にいる同期から聞く話では、先輩たちに金を借りようとして部内で干されかけているとのことだった。もともと貯金のできない人だったし、いつもノルマギリギリだから賠償金を払うのが精一杯で、まともな生活は遅れていないのだろう。一度だけ入院している京香さんから、疫病神のあんたが賠償金を払いなさいよと連絡が来たが、返信はせず、そのまま連絡先をブロックした。あちこちに声をかけまくって信用をなくしていた寮の左遷の話が出始めた頃、寮は自ら退職届を提出し、逃げるように会社を去っていった。それからは全く知らない。もう関わるのも嫌なので、音沙汰がなければそれで十分だ。私はまた独身に戻って楽しく過ごしている。堅実に貯めてきた独身時代からの貯金がもうすぐ目標額に達成するので、
自分へのご褒美を何にしようかとワクワクしながら考えている。今度は心の底からゆっくり楽しめそうな沖縄旅行もまたいいかもしれない。何のストレスもない。この開放感が何よりの幸せだ。